管理人室の鍵。行くぞ。管理人室。お姉ちゃーん。純な少年には色気が強すぎるポスターだ。イングラム。イングラム M10。イングラム？イングラム M10。ショットガン？ショットガンかな？ショットガンではないのかな？うん、でもね、ヌンチャクが一番ゾンビに効くから、これ持っとこうか。衣装を手に入れた。誰の衣装？こんなんあったっけ？ある研究員の手紙。全く原作と一緒だったんで、読まないでおきましょうか。制御室。来た。一応ね、カダン調べるからね。前みたいな失敗はモンゴルは起こさねえ。あ、何の音？ピンポンって何の音？はーい、あ、ドラえもんだー！ドラえもん！のび太くんじゃないか。無事だったんだね。それはこっちのセリフだよ。あの後どこに行ったかわかんなくなっちゃったし。ごめんよ。ミーちゃんに会いに行く途中変な怪物に襲われて。なんだその目、ミーちゃんが。ミーちゃんが？なんだと？みーちゃんが？そりゃよかった。なんでだよお前は。猫は大切にしろ。でも猫のゾンビ出ないよね。これ以上犠牲者を増やさないためにも早くどこでもドアで脱出しようよ。残念だけどポケットはアソパソマソに盗まれたんだ。アソパソマソってなんだよ。アソパソマソ新しい顔よ。てってて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 てみたいな。そんな、それじゃあヘリトンボも使えないじゃない。ヘリトンボって何？地球破壊爆弾は？いや、僕たちが死ぬか。確かに逃げ道を見つけるしかないよ。そうか。うん。そういえばまだ学校に、そういえばまだ学校に鍵がかかった扉がたくさんあったよね。君はもう一度学校を調査してきてくれないかい？言う通りにせ。やだね、だら。やだね。聞こえなかったかな？もう一度言うよ。そういえばまだ学校にたくさんあったよね。うんうん。やだねったら、やだねー。鬱陶しいから行きましょうか。うん、いいよ。じゃあ僕はもう少しこの旅館で休んで。いやいや、この旅館を調べよ。お前休むなら一緒に来いや。ドラえもん。で、そっち行ったらいなくなるんでしょ、どうせ。知ってんだからね。うん、知ってんだからね、俺。やっぱいないじゃん、ドラえもん。やっぱりいないじゃん。ねえ、ドラえもん来た？ダメか。来てないね。とりあえず学校に戻れってことだから、戻ろうか。ゴキブリを手に。なんで？何ゴキブリって。食べ物かな？ゴキブリ、生きているゴキブリ。持ってても意味は意味ないんかい。何それ、何それ。ゴキ、今ゴミ箱光った。コルトパイソン、なんでゴミ箱に捨ててんの。誰だよゴミ箱に捨てたの、コルトパイソン。こんないい相手。まだ光ってる。改造パーツ、手羽包丁をさらに改造ができる。ナタになった。もはや包丁と呼べないほど強大なナタ。日暮らししか出てこないね。さあ、戻ってきた。あ、生存者が、お前屋上におったやつちゃうんか。ハンターに気をつけてね。あー、警察官さん、たまみやがれ、このクソがやる。俺のこと撃ってくるからだよ、お前、ほら。ありがとう。お前は生かしてやろう。俺の代わりに復讐してくれたんだな。わあ、ここにおった生存者いたよ。生存者死んでる。ここで休むとか言っとったからやん。はい、来た、制御室。先生、先生。なんだ、のび君か。こんなところで何をしている。無事だったんですね。よかった、絶対的やん。後ろにいるのって死体。そう、私がやったのだよ、のび。
私はアンブレラのものなんだ。アンブレラ勝手に飛ぶな。残念だよ。君とここで会えたのに、君を殺すことになるなんてね。のび。え？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 おい音響、BGM が違うぞ。すいません。今なんすね。誰だよ。なりました。よし、のび君。違う違う。戦闘を始めようじゃないか。のび。の、のび。の、の、の、のび。どうしようかな。くらえ、俺の最高記念室。くらってねえ。マシンガンが、マシンガンが、こっちにはマシンガンがあるんだ。いや、え、うわー、マジかー、セーブしてねー。のんび、やってやろうじゃねえか。次はやられねえぞ。安尾の意志を継いでやる。そう、このグレネードランチャーでな。弾がなーい。弾ないのかよ、使えねえ。いいよ、このイングラム立ててやる。来いや、来いよ。なんでいつも引っかかんの。あ、痛い、結構食らってる。もう死ぬ。待って、ゲットハブ。どうしようかな、どうしようかな。救急スプレー使って。くそ、出てこいよ、出てこいよ、出てこいよ。痛い。ゴリ押し無理、ゴリ押し無理、ゴリ押し無理。やば。攻撃力高くない？先生やめてよ。そんな大人の力で。ちょ、待って。のび、お前もやればできるじゃないか。のー先生。先生、あんたはこんなことに手を染めていたなんて。確かに僕は出来が悪かった。それだからってこんなに。もっと僕がしっかりしていれば勝手に止まないでくれ、メッセージウィンドウ。さようなら、先生。先生。のび。先生、意外と弱かった。グレネード、やった。3回、よし。これでシャッターを降りれするね。レッスンね。オッケー。先生、攻撃力は強いけど体力は全然なかったんだね。これだけか。よし。で、もう一回戻ったら死体が動いてる。ほらね、誰だ動かしたの、死体。さあ、これでシャッターが開いたから上に行けるね。よし。新しいところだ。まさか先生が出てくるとは思わなかったね。生徒指導室の鍵。生徒指導室の鍵。どこだろうね。男子職員用更衣室。職員用か。何かあるか。救急スプレー8本やった。あったちょ待って、全部調べてへんねん。ちょっと。絶対ある。絶対なんかあるって。絶対なんかあるから。はい、何もありませんでした。でも8本は嬉しいな。救急スプレー5本、めっちゃ手に入らない。救急スプレー14本もあるよ、もう。なんでここに来て。あ、ダメだ。こっち、中から打ち付けられている。打ち付けられてるとこ多いな。こっちは、お、あ、これはあれじゃないかな。生徒指導室来た。あれ、何この人形。不良生徒が持っていたリカちゃんに。かわいいな、不良。リカちゃん人形で遊んでたの？リアルおまんまごとでもする？最後のショットに入れた。最後のショットあれだよね。多分2回ぐらい調べると、エンブレムが出てくるんじゃないかな。ほら、来た。大足のメダル。ナイス。0点のテストが捨てられている。絶対。大伸びたの。プリントが見える。学年順位未発表。1位出来すぎ英作、ガリベン太郎。名前どうした。ちなみにこれ英作じゃないらしいね、読み方。それ以降は破り捨てられているが、101位、伸び伸びただけはっきり記されている。101位、101位って結構高いんじゃないかね。1学年100人ぐらいか。でも、じゃあ最下位ってことかな。
あ、ここバッテリーパック必要ないんだ。郷田武史についての郷田武史についてというファイルがある。何それ、読みたいんだけど。家庭科室だ。家庭科室、のびのび太くんの、遅刻対処と書かれたファイルがそんなもんあんの？個人的なファイルがあるの？それは読みてえな。貯水貯蔵庫、よし、宝箱だね。改造パーツ、また改造パーツか。改造パーツめっちゃ手に入るね。38口径剣、お、警察庁変えれる。改造するための道具がない。そんなのが必要なのか。道具があれば銃を強くすることができるんだね。でもあんまり使ってないんだよね、実は。ほとんどね、ヌンチャクでこと足りてるんだよね。あ、何もない。じゃあもう、行く場所がないぞ。うわぁ、またなんか見逃しかー。探すかー。待って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 、こっち行けんの？知らなかった、こっち行ったことないぞ俺。今までののびはさシリーズでも行けなかったぞ。ここどこだ。これ押しても引いてもビクとしまえ、開けない方がいいだろう。なんで、なんで開かないの？外に行く連絡通路だ。え、なんもないじゃん。それだけかよ。じゃあなんでここ行けるようにしてん？絶対なんかアイテム落ちてんじゃないの？そういうわけでもない。そして家庭科室も意味がない。何なんだよ、思わせぶりすぎるだろう。皆様にご報告がございます。積みました。積んだよ。どこ行けばいいかわかんないよ。ここか、めっちゃ迷った。そうだそうだ、ここ家庭科室だ。忘れてたよ。めっちゃ迷っちゃった。真っ暗だ。薄暗いな。どっかに明かりをつけるスイッチがあるはずだ。これ、窓の方行ったらさ、パーンってなるやつじゃない？以前生放送でやった時はパーンだったんだよね。あ、パーンじゃなかった。よかった。明かりをつけるスイッチ。スイッチ？いえ？ニンテンドー？スイッチ？バッテリー！よし！オッケー！じゃあ、これでいけるのかな？これ以外はないか？これ以外はなさそうだね。よし！じゃあ、このバッテリーを使って、エレベーターを動かしましょうか。嘘だろ！バッテリーじゃねえ！バッテリーだ！嘘でしょ。野球の小説だ、名前が書いてある。鈴宮じゃねえんだよ。え、じゃあ俺どうすりゃいいの？バッテリーじゃなくてバッテリーかよ。そんなイントネーションとかわからんわ。つか後ろ入れるし。なんの、わかるわけないでしょ、マジでさ。攻略を見ました。さすがにもうわからなさすぎて攻略を見たんですけれども、バッテリー、小説あったじゃないですか。あれをゲットした後にこの植木鉢を調べるとバッテリーが出てくるらしい。いや、わかるか？誰がわかんねえ、こんな。ほんまにもう。マジで探してたんだけどさ、全然見つかんなくてさ。マジで2日3日かかってんだよ。バッテリー見つけるだけでさ。もう。もうこっから容赦なく積んだら攻略見させてください。さすがに鬼畜難易度すぎる。わかるわけがないんだもん。絶対にわかんないよ、こんなの。だってここ一回調べてたんだけど、バッテリーっていうのもゲットしてなかったから、これ見つかんなかったの。だから俺はもうここは調べてあるものだと思ってたんだよ。もう今までの伸びはさで一番鬼畜というか、ゲームバランス崩壊って感じ。本当に。よし、バッテリー装着できる。あー、よかった。攻略があってよかった。本当に攻略がなかったらマジで失踪してたかもしれないね。行動か、どう見ても下水道とは思えないし、一体どうなってるんだ僕たちの学校は。うん、こちらマーシじゃない、たけし。ごめん、わかんないそのネタ。どうしたのび太。貯水管理室から行動らしい洞窟に続いているのを発見した。うん。
僕は今からこの行動を、探索する。行動で、行動するで、言うてね。はっはっはっは、洞窟だって。そんなものがあったとは。じゃあ俺も仲間と合流したらそっちに向かう。気をつけて調査しろよ。とりあえず待ってようかな、ジャイアンのことを。にゃ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 っしゃいと、わた。お前なんかな、ヌンチャクで一発ってことは分かってないな。分かってんだよ。あれ一発じゃん。あれ、わ、また無敵モード入っとるこいつ。もうバグなんとかして。え、なんか血まみれのハンターがいる。血まみれだ。なんでそんな血まみれな。いや、嘘嘘嘘嘘嘘、無理でしょ。いや、無理、バカなの。積んだ。え、これもしかして積んだ。積みました。やべえ、積んだかもしれない。嘘でしょ。よし、やっぱり無敵だこいつ。なんちゅうやつや、めっちゃ体力やば。いや大丈夫、吸血鬼いっぱいゲットしたから。よし、まだまだ余裕だ。ここは以前と同じかな。ちょっと違う、ちょっと違うね。メタルジャケットだ。よし、メタルジャケット、パンティーはいらない。あれ、ちょっと違うか。ちょっとだけ違うかもしれない。明るくなった。さてさて、そこにいる、これハルオじゃないか。ハルオ、デブオ、無事だったか。ちゃんと名前で呼べ。待て、伸びた一人か。お前デブオでいいのか本当に。ああ、そうだ。どうし、でもどうして。俺たちの町はもう終わりだ。それに俺たちの中に裏切る者がいる。どういうことだ。ゲームを進める、いやいや、探索を進めるために怪物たちが強くなっているのである。裏で誰かが送っているように見える。俺じゃないからな。そんなバカな。いずれわかるぞ。そしてこの事件は全てアンブレラの仕業だ。アンブレラやて、あの海外の大薬品企業。ちなみに日本では DHA という会社も裏で動いて。そうなの。俺 DHA のサプリめっちゃ飲んでるよ。奴らが俺たちも、あちゃん、デブ王、絶対爆風で死ぬよね僕ね。えのび太くん、誰やねんお前は。ほんま、どこ行っとんねんお前は。ほんまにデブ王じゃない、ハル王なのか。何か落ちてる。クランクだ。ありがとう豚王。違う、ハル王、必ず敵は取ってやるからな。ひどすぎる。っていうか、今回も出来すぎくんなのかな。てか、なんで関西弁やねん、ほんまに。ほんま、関西人舐めとったらいてこましたらで、ほんまに。ほんまに。怒るでしかし。怒るでしかしだよ。怒るでしかし。怒るで、怒るで、怒るで、怒るでしかし。怒るでしかし。いや、なんか知らないんだけどさ、この怒るでしかしって俺元ネタあんのかもどうかも知らないんだけど、兄貴がね、いつも言ってたんだよね。怒るでしかし、痛い、ほんま怒るで。バッテリーパックいっぱい。ダムダムダンってなんだろうね。なんかね、特殊技能のところで弾を入れ替えるみたいなのあったんだよね。鍵がかかってるコードの鍵が必要だ。あー、なるほど。ここは岩かな。いやー、思った通りだね。よっ、はい、オッケー、ご苦労様です。岩転がしの人、ご苦労様です。あ、いた。あ、作戦は成功だ。ちゃんとあれを回収した。あとは奴らと彼らと戦わせて戦闘データを取れば全て終了だ。証拠、証拠なんて残りませんよ。政府には原子力発電所の事故だと伝えてあります。全てが終了次第待ちごとね。うん、それではこの辺で。出来すぎだよね。のび太健くんか。漢字間違っとうで。天ちゃうで。よく無事だったね。とっても心配していたんだよ。のび太、のび犬じゃないぞ。のび太だ。それより、さっき黒電話で話していたのは、ライブ、なのか。黒電話持ってんの。てか、ライブなんとかって何？今のはスネオくんと話していたんだよ。
これはたまたま見つけた通信機なんだ。なんでお前が周波数を知ってるんだ。それにお前の通信機は周波数を手動で変えられないじゃないか。まあ黒電話だからね。いやいや、君みたいなクズがここまで駆けつけてなんて思いもしなかったよ。ハルオが言ってた裏切り者はお前のことだったんだな。そしてハルオを殺したのも。そうだよ。知らなくていいところまで知ってしまったんだね、彼は。なぜだ？なぜ僕たちを化け物どもと戦わせるんだ？未来、過去を行き来している君たちは戦闘能力が高い。ちょっとなんか会話が違うね。よって戦闘データを取る相手にふさわしいんだ。現にここまで生き残っていることが何よりの証拠だね。お前たちのせいで大勢の人が死んだんだぞ。人の命をデータ使いするな。クズ、ガリベン、油が溜まり、カス、裏切り者、卑怯者、後ろにお化けがいるぞ。言い過ぎやと思いますけどもね。射撃が得意なんだってね。でも所詮はクズ。わ、クズ。天才の僕にはかなわないんだよ。どこを撃たれたい？頭か心臓か？どこでも的確に撃ち抜いてやるよ。それなら股間を。なんだ。ちょっと笑顔だったな、のび太。出た。なんだこいつ。こんな生物まで生み出してしまうのか。ち。わー、なんで気づきくん。長いな。勝負だ。大雲。大雲。大長老。にゃんじゃじせ。タランタランチュラン。うん、この前ね、タランチュラみたいなでかいね、あの雲がね、俺の寝てる時頭の上にいたよ。死ぬな、死んだな。よし、かかってきたい。やばくないですか。やばこの時に残していたのさ、コルトパイソンをな。さあ、かかってこい。コルトパイソン、いた。お前とはな、もうね、5回4回ぐらい戦ってるんだ俺は。やぶねえ、糸吐くのはあのやめてください。ベタベタするんでお風呂入れないんで。いて待て、死ぬよな最近。そう、やば、もうすぐ死んじゃう。グリーン、あーでも俺ブルーハーブ持ってないじゃん。どうしよう、大丈夫かな。結成が必要だってなんない？あ、弾ない？もう嘘でしょ。ちょやばいな、セーブしてないからな。セーブしてないからやばいな。どうしようかな。村田銃も弾ないでしょ。あと拳銃、この普通の拳銃しかないんだけど。いや、ここは新しく手に入れたナタを使ってみようか。いくぜ。おお、ゴリ押し作戦じゃい。おお、強いなた。ふん、あともうちょっとで死んだんだね。さすがに何度も戦ってるからやられる俺ではないですよ。うん、コードの鍵を手に入れた。うん、これ爆弾持って、まだか爆弾。じゃあコードの鍵使って行けなかったところに行きましょうか。とりあえず出来すぎくんはこの後まだ出番があるのかな。なんか出番なさそうだなと思うんだけど。なんかいる、なんかちっちゃいのいる。何あれ。ちょっと待って、それよりさ、あの毒なんとかしたいんだけど。よかったー。てか場所によって曲違うな。これ治るかな。やべ、毒治んない。どうしよう、ブルハブ持ってないんだよな。え、やばくない、積んだ、もしかして積んだ可能性もあるね。メディカルセット、これ使えば、あ、使える、作れる、作れた！よかった！積むかと思った。じゃあこれで、あれ？なくね？あったあった、よかった。よし！よし、なんとか一命を取り留めたわ。C4 爆弾、ダマダマ爆弾、うん。UBCS 生物兵器一覧。何それ？生物兵器一覧？UBCS 生物兵器一覧。ゾンビ、生物兵器ではないが記憶しておく。人々が突然変異した生きる鹿まである。常に空腹のため人間を襲う。本当に空腹なのかね。体内の弾丸などを打ち込んだとしても、活動停止させられるが、頭部を狙って攻撃するとより早く活動停止させられる。ケロビロス、二次感染より犬に T が感染したもの。うん、趣味の動きを衰えていないため注意が必要だ。動きは直線的なので落ち着いていると。ブレインディモス、出た。ノミたちが感染したものだと思われる。ノミなんだあれ、ブレインディモスって。独自の縄張りを持っているらしく、火を嫌うようだ。
おくろはいいこと聞いたね。ハンター、最も完成した BOW と言っても過言ではない。趣味な動き、鋭い爪、どれをとっても危険だ。我が隊員も3名死亡した。おや、これは？はてなはてなはてな。誘いのようなものだ。二次感染か BOW かは不明。顔に張り付き、宿主の体内に直接 T を送り込む。これさっき言ったちっちゃいやつかな。 T を送り込まれた宿主は感染が進んでいき、瞬く間にゾンビの仲間入りとなる。体がとても小さく、動きが素早いため倒すことはできない。倒すことできないの？キメラ、人の遺伝子をベースにし、ハエの遺伝子を掛け合わせた BOW。いかんせん知能はハエ並みなのである。しかし天井のゾンビに張り付く。躊躇するやつだね。タイラとイカは、アンゴのようなもので解読ができない。なるほどね。映像資料じゃなくて、文字で出たのは初めてですね。やばいやばいやばい。え？待って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 。待って待って待って。動いてる。あ、ダメなんだ。あいつに張り付かれると速攻で死んじゃうんだ。動けない、こいつのせいで。あ、大丈夫だった。やべえ、バグったかも、これで。この部屋に行くと、速攻で張り付かれる。ちょっと、通してください。死んじゃう。これ、ゲームオーバーになってから入ってみよう。はい。よし、今だ。バグりすぎだよ。あ、ありがとう、とどめさせてくれて。